アンソンはイギリス海軍のキング・ジョージ5世級戦艦。艦名はジョージ・アンソン提督にちなむ。アンソンはウォールズ・エンドのスワンハンター造船所で1937年7月20日に寄港し1940年2月24日に浸水した。当初はジョン・ジェリコー提督にちなんでジェリコーと命名される予定であったが1940年2月に アンソンと解明された。第二次世界大戦中の1942年6月22日に、巡航した。収益後、アンソンは、本国艦隊の大半と共に、北極海へと派遣され、ソ連との間で行き来する戦団の護衛に従事した。1942年9月12日、アンソンは、戦艦デューク・オブ・ヨークや、軽巡洋艦ジャマイカ、駆逐艦軍と共に、 QP14 戦乱の遠距離護衛部隊に属していた。12月29日、アンソンは、従巡洋艦カンバーランドや駆逐艦軍と共に、JW51 バイト戦乱の遠距離護衛を務めていた。1943年1月23、24日には、アンソンは、軽巡洋艦シェフィールド、駆逐艦軍とともに、JW52 戦乱の遠距離護衛を務めた。 1>, 1月29日に RA52 戦団がコラーンから出発すると、アンソンは、軽巡洋艦シェフィールド、駆逐艦、イングルフィールド、オリビ、オビディアント、オルカンと共に1月30日から、その遠距離護衛を行った。1943年7月、アンソンは、ハスキー作戦の準備から敵の目をそらすための作戦に参加。10月、 戦艦リューク・オブ・ヨークやアメリカ海軍重巡洋艦、タスカ・ルーサと共にリーダー作戦に参加。この作戦ではアメリカ空母レンジャーの搭載機がノルウェー沿岸でドイツ船舶に対する攻撃を行った。1944年2月、ベイリーフ作戦に参加し、自由フランス海軍の戦艦、リシュリューや巡洋艦、駆逐艦と共にノルウェーの目標を攻撃する。 ク母ボ・ヒューリアスを護衛した。4月3日、タングステン作戦に参加。この作戦では、アンソンは、ヘンリー・ムーア中将の機関であった。1944年6月に、アンソンは改装のため退役し、1945年3月まで、艦隊には戻らなかった。復帰するとアンソンは、太平洋艦隊に編入された。しかし、アンソンが到着する頃には、 太平洋戦争は終結していた。8月15日、香港の日本軍の降伏を受けるためアンソンは、イギリス艦隊と共に、シドニーから香港へ向け出港した。また、アメリカ海軍の戦艦ミズーリ艦上での日本の降伏文書調印の際の東京湾在白艦,艦艇の一席である、アンソンは、太平洋艦隊の第一戦艦戦隊機関を務め、香港再占領を援護した。 短期間の修理の後、1946年2月に、グロスター公爵と公爵夫人を乗せるためアンソンはシドニーからホバートへ移動し、二人をシドニーまで運んだ。1946年7月29日にアンソンはイギリスに戻った。1949年に予備官となり、1951年にガレロッホへと栄光された。 1957年12月17日、スクラップとして売却された。ありがとうございます。